段に引き重なってるんだ。高木保神社に来ましたといってもね、周り真っ暗なんで分かりにくいと思うんですけども、夜になると雰囲気が違うね。本物の松明だ。高千穂町においでくださいました、高千穂町の観光神楽はですね、毎日一年中やっております。もう一日も休まずにね、もう毎日毎日15団体ぐらいで入れ替わり立ち替わり、毎日やっておりますが、15日に経つとまた自分たちのところに回ってきます、神楽のですね、保存会が20団体ぐらいあるので、本当はもっとあるんですけど、ここに来ている方々はですね、15団体ぐらいです。そうするとここにいらっしゃら来られない、保存会もありますので、大体まあ20ぐらい。もう全然その夜神楽というか、今日見ていただく神楽ですね、夜神楽を主体にやっているものを見ていただくんですが、そういう神楽の形式を取っているところがですね、19ぐらいしかありません、今のところですね。で、まあ一つ減って18だったかな、とにかくそのぐらいですわ。そのくらいだんだん減っております。やはりですね、後継者問題、これがですね、一番ですね、高千穂町の人口もですね、年々減っております。まあ、一生懸命、高千穂町に、定住してくださいというようなですね、そういうこともあるんですけど、やはり若い人たちはですね、都会にこう行かれてしまってですね、なかなか増えていくということが非常に難しいですね。まあ、そんな中で、神楽も守っていかなければなりませんので、若い人たちにですね、特にお願いして、神楽を習ってくださいというふうなことで一生懸命やっております。まあ、今日皆様方に見ていただく神楽ですわ。では神楽はですね、夜神楽というその形式の中ではですね、朝方に舞う神楽ですね。今日見ていただく4番の神楽、もう朝の4時ぐらいから舞い始めまして、7時ぐらいまでの間に舞う神楽、これがですね、岩戸神楽と申しまして、もうハイライトですね、神楽というその伝承芸能のですね、もうハイライトです。もうこれを見ずして、神楽は語れないというぐらい、のものでございまして、それがまあ朝方にずっと集中してありますんで、まあ観光で来られてもですね、夜神楽目当てで来られる人たちもたくさんいらっしゃいます。ところがですね、一晩中やってますんで、一晩中もう33番の演目をですね、ずーっとやります。ですから朝方になるとですね、皆さん寝ていらっしゃいますね。起きて見てられる方もいらっしゃいます。大半の方はですね、寝てらっしゃいます。それも毛布をかぶって寝られた方はですね、絶対起きられません。まあそういうことでですね、まあ観光で来られた方々の要望もありました。これがですね、神楽というのはですね、まあ、秋の収穫に感謝するお祭りですね、新嘗祭です。で、それを感謝して、その、まあ、奉納するのがですね、神楽でございますね。33番ありますが、一晩中ありますから、前日の昼ぐらいから行ってですね、して神社で祭典式などをして、そしてその年にその夜神楽を担当する村というのがあります。そこに皆でこう行ってですね、そして夕方のまあ6時ぐらいからですね、まあ神楽が始まるわけですが、次の日に昼ぐらいまでかかります。33番回ってしまうとですね、そういうわけで
もうこれ大変な事業でですね、もうその裏を上げての一大イベントでもありますね。まあ、そういうことで、少しでもですね、先にこう永続していくようにですね、一生懸命やっております。どこもやっぱりその後継者とかそういうことで大変な思いをしていらっしゃるようですが、私たちのところも少しも状況は変わりませんけど、今日ね、見ていただく神楽を舞う私たちですね、これは二神神社という神社から私たち来ておりますが、神楽保存会のメンバーでございます。こちらにおられる太鼓とですね、笛とガタという、これも絶対外せませんね。これ3名。そして神楽がですね、一番人が多いのはですね、七木神という神楽がございます。この七木神という神楽はですね、入れ替わり立ち替わり七人の神様が出て回りますんで、七人ですね。そしてこれ三人で、次の神楽が五人の五甲とかいう神楽があります。これが連続したらですね、楽屋にはもう誰もおらんちゅうな状況になることもあります。なるべく被らないようにですね、こう変えてですね、他にはやっておりますが、まあ、そういうことで、まあ、人がいっぱいおる方がやはり舞う方も舞いやすいということですね。皆さん、最初に言わなければならなかったんですが、今日ですね、最後にご神体という神楽舞います。2人の神様が出てらっしゃいまして、その時にはですね、ここで舞いながらですね、お酒を飲んだり飲ませたりして酔っ払いまして、皆様のところに行かれるんですよ、二人の神様がですね。そういうわけで、そんなに離れておられるとですね、神様も大変でございますんで、ここ目いっぱい、ここ辺まで皆さんずーっと行っていただくとありがたいんですが、そのお願いでございます。貴重品はですね、貴重品はほら、行かれたらずっとこうのけてカメラやられてね、もう表をかぶって回れますんで、踏んだら大変でございますんでね、その時だけはカメラやらのけてください。お願いします。ありがとうございます。これで話しやすくなりました。もうすぐ近くにいらっしゃいますんで、神楽はですね、高千穂町の神楽は11月の第1週ぐらいから始まる、第2週だったかな、11月の第2週ぐらいから最初の地区がですね、横神楽を始めます。そして、11月のうちにですね、5つぐらい終わりますね。そして12月の第1週が私たちの横神楽でございます。12月3日が祭日ですね。二神神社といったらですね、都合5社あります。二神山というのがありますが、そこにあるんですよね。それを取り囲むようにですね、神社が5つあるんですよ。5つですから、その氏子総数を合わせるとですね、4000人ぐらい本当はいるんです。ところが、もう近年はですね、もう各神社神社でやりますんで、ずっと人のがですね、少なくなってしまいました。まあ、これは仕方ないですね。5つある神社がそれぞれ独立してやってますんで、まあ、それは仕方がないですけど、昔はですね、大勢力だったわけです。まあ、そういうことで、神楽も立派な神楽をですね、どの神社も33番持っておりますが、まあ、そういうことで、これを長く皆様に見ていただけるように頑張って私たちも日々取り組んでおります。今日はですね、4番と言いましたが、パンフレットをいただかれてると思いますが、まず最初がですね、田力尾の御事の舞を見ていただきます。で、続きまして、雨のうずめの御事の舞、そして3番目に鳥取の舞ですね。そして私がまた少し出てきまして、また説明させていただきまして、最後に御神体ですね。御神体の神楽の時はですね、神様は酔われて皆様のところに行かれます。そうすると、男の神様はですね、女の人大好きでございますので、女の人をめがけて行かれて、こう抱擁されます。抱擁みたいかな、知らんけど、まあそういうことですよね。垂れますよ。危ないな、そこへ行かれます。たった一人でございます。たった一人のところに行かれます。まあこう見られますけど、そこ行かれますね。まあ女の神様も同じように男の方の方に行かれますんで、まあ、この辺だけですよ。まあ行かれても、もう後ろの人たちには気の毒ですが、もうそこもう3列目ぐらいからあとはないと思っているので大丈夫だと思います。そしてですね、最後に神様が、ここで男の神様がですね、飴をまかれます。袋に入った飴をですね、この飴はですね、私がここでお参りしてですね、お祓いしましたんで、
風邪ひかないんじゃないかなって毎回言ってるんですよ、これ風邪ひきませんよって、嘘言えというような顔して嘘つけやつね、そんな顔していらっしゃる方もいらっしゃいましたけど、ひいたぞっていう方いらっしゃいませんよ、風邪ひいたぞって言われた方いらっしゃいません、それですらね、皆さん帰ってしまわれますんで言われるはずはありませんが、まあそういうことで引かないというふうに皆様も思っていただいて、なるべく一個でも拾っていただくといいかなというふうに思います、そしてですね、まあ私は思うんですが、皆様の里にもですね、神楽あるんだろうと思うんですよ。どちらからですか？どちらからでしょう？兵庫あるでしょ？神楽ですよね。あとは皆様どちらからでしょうか？兵庫ですよね。あ、東京はいらっしゃいませんか？東京、あ、いらっしゃいますね。北海道いらっしゃいますね。青森、あら、青森ですか、素晴らしい。青森もありますよね。あります。北海道のそのお祭り行った時ですね、青森の神楽屋見ましたよ、そういうことで、日本にはですね、古来からこういうお祭りがございます。神楽という祭りですね、日本人を守り育ててきた祭りだと私は思っています。まあその4番をですね、今日は見ていただきたいというふうに思います。それではまず3番の神楽をですね、連続で見ていただきたいと思います。また後でその神楽終わりましたらここ出てまいりますんで、ごゆっくりとご観覧くださいますようによろしくお願い申し上げます。
水木金土、これはですね陰陽五行あたりから の, あの教えということですが、昔は仏教 の, なあの教えもですねこういうものに入っております。そういうことでもう神仏集合した姿ですね。これは日本人、昔の日本人はどっちでなきゃいかんということで言ってなかったでしょ。あの同じ縁ですね、あの神玉もありゃ仏壇もあると、こういうのが普通じゃったですもんね、うん。まあ、そういうことで広い気持ちを持ってですね、どちらでも受け入れますよというのが日本人のいい姿ではなかったのかなと私は思います。そしてですね、あこれは皆さんお願いなんですが、これですよ、これ最後にですね、これこう終わったら皆様方はですね、終わったらスーッと向こうに行かれませんで、一旦こう迂回しながらですねこれを求めていただいてお帰りになっていただけると大変ありがたいかなと、こういうことでお願いされてますので、もしよろしかったらですね、まあ、私がこれ一つ500円ですよって言いますと二つくださいって皆さん言われますね冗談でございます、一つでも結構でございます。さて皆さん、あと一番残っております、ご神体ですね、イザナミの御事とイザナミの御事、これは私たちの人生の御祭神でございます。この神様が二人で酒を起こしながらですね国生みをされる、国生みの場面がありますが、これはですねもう祭りの中のことでございますんで、いやらしくもなんともない、まあ、当然のことですね。そういうのがあります、そういう場面も。でその中で私がですね途中で歌います。これはね神楽瀬歌といって、冬場の寒さをしのぐために見ている人たちがこう肩を組んでですね神楽瀬をやりよったわけです。それを歌いますんで、その時にはこう手拍子
身体でございました、これはですね、本番にはお客さんをこの中に引き込んで回ることもあります。これだけ許されまして、他はもう皆さんがこちらに入ってくることできませんが、このかぶらだけはですね、それが許されております。ぜひ本番にいらっしゃってですね、この中で、神様を体験してみ、られてはいかがでしょうか。心の中でお待ちしておりますので、ぜひ高千穂においでください。